はい、さーい、エリオです。今回はネットフリックス最近配信されたファーストキルの話をしたいと思います。はい。この作品は性の少数マイノリティである LGBTQ の話を前面に押し出しつつ、ヴァンパイアの女の子とヴァンパイアハンターの女の子が禁断の恋に落ちる作品なんですよ。で、ネットフリックスはたくさんの作品があるので、今回の作品はどういう人におすすめの作品かを、今回エリオのレビューと、あと海外の評価も含めて話ししたいと思います。はい。エリオの話は参考程度に聞いていただけたらと思います。結論から言うと、この作品は禁断のロマンス、禁断の愛のロマンス作品好きとか、あとはヴァンパイア作品が好きな人とか、で、あとは、ティーンエイジャーとか、学生のスクール系の話が好きな人には、すごいおすすめの作品になります。はい。このファーストキルのストーリーの話なんですけど、物語は、初めての狩りを目前としたヴァンパイア、少女、ジュリエットが、ヴァンパイアハンターのカリオペとの禁じられた恋を描いているって。これ、あらすじなんですけど、で、名門ヴァンパイア一族の一員として、地位を確立するために、最初の殺しをする時を迎えたヴァンパイアの少女、ジュリエットは、彼女が最初に目をつけたのが町に引っ越してきたばかりの少女カリオペだったと。なんですけど、ところが驚くことに、このカリオペの家族は有名なヴァンパイアハンターであり、自身もヴァンパイアハンターだったのだって。2人はお互い簡単に殺せる相手ではないと知って、あろうことか惹かれ合うことに気づいてしまうっていうのが、このファーストキルのあらすじなんです。このファーストキルの作品の評価についてなんですけど、海外の評価サイト行って、レビューサイト見て、評価見てみたんですよ。コメントも含めて。そうすると、高評価と低評価がすごいはっきり分かれている作品で、好みが分かれる作品なんだなっていうのは分かりました。はい。で、好みに関して言うと、この LGBTQ とか、そのような表現が入ってきてるのも、少なからず、この評価に関係してるんだなっていうのは、海外のレビューのコメントを見てすごい感じました。で、あとはこの海外のコメントで、英語なんですけど、I appreciate what they tried to do with LGBTQ multicultural aspects, but hiring better actors and a better script should have been more important. この LGBTQ や多文化を表現しているのはとても感謝している。だから素晴らしいという。LGBTQ をこの作品を通してより理解を深めると言いますか。そういう部分はすごい感謝しているというか、すごいな、いいなって評価してるんですけども、脚本をもっとうまく書いてとか、俳優をもっといい俳優を使ってみたいなコメントも書かれてましたね。はい。このような感じでちょっと英語でいろいろ読んでみたんですけど、高評価の部分では、純粋に、面白いとか、今性のマイノリティに配慮する世の中になっているので、この作品を通して、理解を深められるのですごいいいとか、あとは、さっき話した吸血鬼と吸血鬼ハンターの、純粋なこのロマンスがすごい評価高い、評価につながってます。はい。で、評価に対するデータ見てみたんですけど、これ男性からの評価が低くて、女性からの評価すごい高い作品になってるんですよ。なので、レズビアンの話なので、女性の方が作品に対する理解が、深いのかなと思いました。理解しやすいのかなと思いました。そこに対しても似たようなコメントあって、コメントですよ。悪い評価をしてる人は、LGBTQ の部分で、嫌悪を抱くんじゃなくて、純粋に作品に対して、評価してほしいみたいなコメントも書いてました。はい。海外の評価、レビューサイトなんですけど。ここからは、ファーストキルの第1話のエリオ自身の感想を話したいと思います。で、第1話は、前半はこの吸血鬼のジュレットの話で、で、後半は吸血鬼ハンターカリオペの話になって、物語が進んでいきます。1話は正直、作品にレズビアンとゲイがたくさん出るので、正直ちょっと気になるんですよね。性のマイノリティに対する題材で、前面にそういう部分を押し出してはいるんですけど、気になるなと思います。はい。そして、いわゆるティーン感がものすごい出てる作品だなと思って、思春期間。で、主人公の吸血鬼の女の子が、ヴァンパイアハンターの子を思うシーンとか、もろ思春期感がすごい出ていて。で、あと予告でもあったキスシーンが、ちょっとだけの表現ではなくて、濃いんですよ、すごい。愛が濃いと言いますか。で、BGM も官能的で、これ男女でこういう作品作っても同じような表現になるのかなってちょっと思いました。はい。1話見ての感想はかなり、官能的、しつこいんですけど、な作品で、ずっと発情しているようなちょっとイメージがありました。はい。あと最後に、ヴァンパイアハンターが戦ってる、化け物がいたんですけど、
なんかウォーキングデッドのウォーカーみたいで、なんかあんまり緊迫感ないっていうか、なんかのそのそ歩いてきて戦ってるのが、まあ、ちょっと緊迫感ないなと思うんですけど、まあ、1話時点なので、まあ、これからもっとすごい化け物が出てくるのかなと思うので、まあ、ちょっとそこは期待したいと思います。ちなみに余談なんですけど、この吸血鬼とかヴァンパイア関連の作品って、すごい面白い作品が多くて、例えばブレイドとか、あとはトワイライトとか、あとはヘルシングとか、まあ、たくさん面白い作品あるんですけど、個人的に一番好きなのが、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアっていう作品で、まあ、吸血鬼が記者からインタビュー受けながら、まあ、インタビュー形式で、その吸血鬼が今まで歩んできた人生を話す作品なんですけど、これ当時の若いトム・クルーズとブラッド・ピットが出ていて、すごい面白い作品でしたね。昔深夜1時ぐらいに放送されていて、たまたま見始めたんですけど、そのまま3時ぐらいまで、夢中になって見てしまって、まあ、それぐらいすごいのめり込む作品になります。はい。で、ちなみにさっき紹介した吸血鬼映画とか、まあ、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアも Netflix で全部見れますので、すごいおすすめになります。はい。この作品の結論なんですけど、まあ、この禁断の愛、ロマンス作品が好きな方とか、あとはまあ吸血鬼ものが好きな方とか、あとは学生のティーンエイジャー的な物語が好きな方にはすごいおすすめの作品だなと思いました。これからシーズン2も作るのではないかなと思うぐらい、まあ、すごい面白かったです、個人的には。まあ、一気見するほどではないんですけど、まあ、すごい面白く楽しく見れました。はい。最後まで見てくれてありがとうございました。以上です。メンソーレー。